三部ね、っていうかね、超肉食生物は単独しか生まれちゃいけないという、縄張りは広いというね、一人でやりなさいということですね。超肉食生物は人間のように100億人いますけどね、地球ではね。超肉食生物は一人しかダメですよと。人間の100億人どころじゃなくて資源使いますし、縄張りは広いんですね。ということで、私が子供を作っても生まれますけども、超肉食生物の自分は生まれてきません。ね。で、しかしね、前に話したように、スターゲート出てくる昔のこの宇宙の澄んだね、ハイテクなね、石鹸まで作るね、能力持ってたということね。今何もないから死んだら殺されちゃいますから、何もないです。作ってないです。これから作んないといけないわけですけどね。ないんですけども。で、まだ私生まれてきたばっかしですから、人間からね。これから何億年も頑張っていきたいわけですから。ね。で、お金の投資の方は、今、ぐちぐち人間ってから生まれてきてやってきて、やっと無限に稼げるかなって、保安さえ取れれば、でだけでお金は稼げるかなと、世界一の億万長者になれたかなというような感じでしょ、なれるかなという感じに今レベルになりましたけど、人間は妨害しますからね。でお金持ってたって売らないこともしょっちゅうですからね。あ、とにかく問題は、話したかったのは何、敵は人間以上います、100億人以上いますよと。それに対抗する敵に回してもそれ以上の力勢力があるからですよということですよね。ただ自分勝手に動くことはできないわけです。だから、うん、人間たちの勢力と同じですね。100億人と、あと宇宙生物のね、うん、私の敵と人間たちは組むわけですからね。ただ人間よりか頭のいい人と組まないと、人間の頭だけじゃ全然問題外ですから、まだね、義務教育もテレパシーでカンニングして仲間から恐れなければ卒業できないんですから。上の生物はそんなことは単独で覚えますからね、全部ね。人間の博士課程以上全部覚えますし、学部はもう全部です。大事なもの、実用的なものは全部覚えますから、一人で。私もそうですからね。理数系から文系までね、全部勉強してきます。上に、ある。1個は2個じゃないんですよ。全部なんです。大事なもの、学科はね。人間には覚えられませんでしょ。脳細胞ないですから、そんなね。私の場合はそうですから。だから、本物の脳って、ジワールとかミツバチとか違うでしょ。人間でも女と男はいまして違うでしょ。私が本物の方で生まれてるんで、体が違う。ただ独立しちゃってますけどね、王からね。生物相手はもう不合理だということで、ロボット化ですね。人間よりか頭のいいロボットを作ってね。それで労働させてるわけです。人間に労働させたってマイナスなんですね。費用かかりすぎちゃって全然。給料も払えない、高すぎて。そういうことなんで、全部人間よりかよく働く、ね、ロボットを作っちゃって昔生きておりました。でこれからそれ作んないといけないということでね。で、あんまり動くと悪いことするんで、正しくさせない限りはそういういい道具は使っちゃダメですよということですよね。だからそれは大事で、それを人間たちを教育しないといけないわけですね。で、私の場合はだから、民営の本、まあ、独立しちゃってますね。だから民営ですから、人間のために働くことはしない、ね。人間と交換ですね。人間たちと交換して、人間たちがね、同じだけね。で、ただ問題があってね、報酬を与えて、それで悪いこともっと動くんですよね。だから抑えられないと人間何でも、ただ今日肉食で破壊も全部するんですね。プラスにならないんですよ。
で、この人間たちを抑えて生きてないといけないという辛さっていうのはあるんですね。これなんで、それじゃあ人間全部処分してほしいということで、非常に辛くなってるんです、今現在ね。で、非常に人間全員を抑えなければもう悪いことしかしないわけです。で、働かさせだってマイナスになるから、人間よりか頭のいいロボットでね、働かしてやった方が何でもよく発展するんです。自然も破壊させないようにしますから。人間は働かしてもそれ以上反動で嫌だって言ってきますからね。めちゃめちゃ仕事やらせたってマイナスなんで、市場の時にね、何もないから、ロボットがまだ作られてないから、私のね、専用のね。だから具体的にはね、次は強制的に動かせますわ、また取引しますでしょ、ね、お金とか払ったりとかね。だからそれ以外の時って総合的には全く役に立たないですよ、ね。ただこの問題をね、で人間たち話したって700年後しか分かんないんで、分かったような真似しても、実際動きでも動かなかったりするんで、全然ダメなんですね。何を考えてるのかっていうことですね。700年後にしか分かんないですから、それも、そのまま長くね、記載とか情報を入れとかなければ700年後まで持たないで、結局何にも知らんだろうね。なりますから、人間の脳は。で、何のために生きてるかという、意味はまだ人間たちは頭ができてませんから、ね、誰か頭でね、強制的に動かすようなことをしないといけないわけです。今は全部そうなんだけど、宇宙生物、上の生物が抑えてるわけで、私は実際を動かしてるんだけど、ね、直接では危ない。